昭和15年、玉松若菜著、若菜一郎漫才集より、豚の春。悩ましい春になりましたね。悩ましいってどう悩ましいんですの？そんなことちょっと口では言えませんな。頼りない悩ましさですね。なんとなく悩ましいんですな。猫でさえこうニャンニャンとうるさく泣き立てますからね。猫がワンワンと鳴いたらどうなりますの？アホらしいこと言いなさんな。けど動物どもは春が来て泣き立てるでしょうが、あなたやったら居眠りするでしょうね。なんで僕が居眠りせんならんのです？それは世間でよく言うでしょう。うたた寝いましてね、あののどかな春日に照らされながらのんびりと居眠りするのもまたいいもんですわ。ぶたた寝言うたら僕を豚に例えているみたいじゃないですか。まったくですわ。あなたほど豚によく似ている人間ってありませんもの。よう言わんわ。もう一つ、春が来るとあなたの好きなものがありますね。女だなんてもうそんな手は古いですよ。そんなことならいいんですがね、あなたのはもっと悪いことですわ。悪いこと？あなたは陽気の加減でビールをじゃんじゃん召し上がるでしょ。そりゃまあ好きな酒ですからね。それに僕の懐具合も最近バカにいいんですよ。どうりでニコニコしていると思いました。日給何千ぐらい上りましたの？僕はこれでも日給じゃない月給ですよ。また何千上ったなんてそんなケチなことを言ってくださるな。でも国策の線を蹂躙してビールなんか飲むところが全く関心せんですわ。くだらんシャレを言いなさんな。でもビールを飲むことはそう悪い趣味でもありませんわ。いや、大きにありがとう。あなたなんで礼を言ってるの？後を聞きなさい。おやおや、後が悪いんですか？あなたはビールなんか飲むからそんなにデブデブと太るんですよ、だみたいに。これは体質で仕方がありませんよ。あなたのような細っている体だってビールを飲んで太るというわけにはいかないでしょう。私はビールを飲むんじゃありません。飲まれる方ですよ。へえ、そんなに召し上がるんですか？いいえ、飲まれる方ですよ。私もここんとこ金回りがいい方ですからね。あちらのビル、こちらのビルとデパート歩きをしているんですの。これはつまりビルに飲まれることになるでしょう。なんだ、ビールでなくてビルですか？飲むビルなら他にもありますよ。そんなにあちこちにビルがありますか？私があなたに向かって話をしているように人間を飲んでかかると見くびることになるでしょう。嫌なことを言いますね。さて、あなたのような方がビールを飲むと得てして間違いが多いですわね。どんどん風向きが悪くなりましたね。私はカニが泡を吹いているのは見たことがあるけど、豚が泡を吹いているなんて見たことありませんもの。その眺めったらどんなに面白いでしょうね。いい景色だ。日本三景みたいに言いなさんな。いい景色だなんて、泡を吹かなかったらビールを飲んだ甲斐がありませんよ。あなた、ビールビールといい気になって大きなことを言っていますが、本当は毎晩7銭か10銭の安泡盛を飲んでいるのと違いますか？いくら泡盛が芋からできているからってあまり芋々しいこと言いなさんな。では本当のビールを飲んでいますの？そんなに疑うんだったら僕の飲んでいるところを見せたいですよ。バケツででも飲んでいますか？馬みたいに言いなさんな。馬にバケツはつきものだけど、豚やったらなんで飲むのかあなた知っていますか？あなたは豚豚と、なんで豚を持ち出してくるんです？なんぞ豚に恨みでもあるんですか？豚に恨みは数々ありますよ。うちのおっかさんね、とんかつ食べていて入れ歯壊してしまったんですわ。その入れ歯の修繕費が私のところへ回ってきたので、えらい損をしました。またバカに硬いカツ食べたものですね。カツカツ言っていたそうで。冗談言いなさんな。私の父はカツの骨が喉に使えてだいぶ長い間病院通いをしました。その費用がまた私のところに回ってきましてね。君、大きなことを言うもんじゃありませんよ。カツに骨がありますか？魚と違います？いいえ、骨のような筋だったんですの。その筋がこう喉に詰まって、いくら押し込んでも中へ入らない。電車へ客を入れるみたいに聞こえますよ。
ご飯もお茶もお後に願います。ただいまいっぱいですから。そんなに硬いカツって見たこともありませんよ。まったくトンカチみたいだったそうですよ。仕方がないのでそのカツをいっぺん外へ出して、今度はそれをトンカチでよく叩いて、青酸カリと硫酸とアヘンをよく混ぜて。そんなもの食べたら人間すぐ死んでしまいますよ。四五日前なんか私親戚のうちへ遊びに行ったんですけど、そこには豚を飼っていましてね、えらいあなたによく似た動物がいると思って見とれていたんですが。似ているなんて余計なことを言いなさんな。でも本当に見とれすぎましてね、思わず指にはめていた真珠の指輪を落としてしまったんですの。ところが豚のやつったらその真珠の指輪をペロリと飲み込んでしまったじゃありませんか。豚と真珠ですか。ところがその豚はいい塩梅にトンコロリと死んでしまいました。そんなにうまく死ぬもんですか。そこが真珠と真珠ですから。シャレですかいな。とにかくまあそんなわけで、私は心から豚という動物は好かないんですの。そう言うけれども君、豚にだっていいところもありますよ。あなたはまたバカに豚の肩を持ちますね。それは親戚だから、変なことは言わせなさんな。あなたは豚のどんなところがいいとおっしゃるの。何しろ僕がこうしてご飯をいただけるというのもありがたい舞台があればこそ。もうたくさん話が脱線しましたが、あなたがビールに酔っていくところがまた素敵ですわね。待ち合いなんて悪いところへは行きませんよ。いいえ、豚箱という実にいいところですわ。昭和15年の若菜一郎漫才集より、女弁護士。昔から地震、雷、火事、親父などと言われておりますが、中でも怖いのが火事。ああ、うちが燃えてる。誰か助けて。もう無理や、丸焼けや、諦め。丸焼け、そんなかわいそうにあの一郎のやつも焼き豚になって。冗談やない、わしはここにおるやないか。まあお前助かったんか、焼き豚にならんと。誰が焼き豚や。ここに一人、火事のために家は丸焼け、家財を失い、その上に付け火、放火ですな。その疑いまでかけられた不幸な女。火災保険に最近加入したばかりのことで、夫の一郎から疑われまして、お裁きとなります。これ若菜、その方この度の放火は保険金詐取の目的であろうがな。とんでもない。いや黙れ、一郎の訴えにより罪状は明白であるぞ。ヒリヒリ白状に及べ。これはしたり、名奉行大岡越前の神様とも覚えませぬ。たとえこの身は卑しい漫才や家業をいたしておりますけれど、保険金欲しさに放火をするような、そんなケチな女じゃございません。相撲取りみたいに言いなさんな。これにはきっと一郎に何か深い企みのあることと存じますれば、よろしくお裁きのほどもお願い申し上げ、奉る次第にござそうろ。まるきり手紙の文句ですな。文句を申すでない。えらい勢いですな。今本官が尋問するが。本官やない、本官でしょう。日本の本じゃ。決して虚偽の申し立てをしてはあいならん。そも原告一郎が被告若菜と結婚するに至った動機はいつ頃であったか。大正13年の春でありますな。場所は。はい、今は歌舞伎座になっておりますが、大阪千日前の楽天地のバルコニーであります。そこで一郎が若菜を見初めて、新小牧の寿司を
一本与えたのがきっかけだったんだな。それに相違ございません。あれ、嘘やわ。あんた巻き寿司一本持ってきて、すぐタバコ銭がないと言って、私から20銭持って行ったやないの。寿司代と差し引きしたら一緒ですよ。よう言わんわ。私の初恋を巻き寿司一本で解決するなんて、ややわ、ややわ。お母ちゃん。お母ちゃん、これこれ。法廷で勝手にごちゃごちゃしてはいかん。これから弁論に入るが、まず弁護人として申し上げます。何を申し上げるんです？静粛に。被告一郎と若菜とは。おやおや、僕被告ですか？被告が楽天地の活動大写真の悪態の太鼓叩きをやっていた頃からの知り合いでありまして、被告は当時より鈍感で非常に頭脳が不明晰な不良青年でありまして、また家庭にあっては高身意図薄木極楽息子であったことは、映画コンピラ船をご覧になった証人の等しくこれを認めるところであります。そんなこと別に認めてもらいでも結構です。それに反してミス若菜は代表的小町娘と言われて、近所の評判もよく、天津さえ持って生まれた器用から、遠州森町良い茶の出どこ、娘やりたやお茶摘みにと、虎像のあんかけのなにわ節で皆さんに可愛がられていたのであります。うまいこと言うて。いや、本人の口から言うのですから確かであります。しかるに太鼓叩きの一郎は三つずつ叩くところを四つずつ叩いて首になりまして、かねてから若菜の美声と天才に目をつけていましたので、これを巻き寿司でごまかして漫才師となることを誘ったのであります。若菜も初めの間はこんな水ぶくれと一緒に舞台に立つを嫌っていたのですが。そう汚そうに言いなさんな。被告一郎の哀れな境遇に同情して、ついに漫才をやり出しますと、がぜん大衆に好評を博し、ここにおいて被告一郎はこの好評も被告のアコーディオンのためと過信し、しばしば若菜に脅迫がましく使い銭を請求したのであります。順調一途可憐な若菜は自らの不自由を忍んでも、被告のためにその都度若干の金銭を与えてやったのであります。大層な仲居でもいいでしょう。ところが元来血の巡りの鈍い一郎は若菜のにじむ苦労も察しず、本情に甘えては三度が五度と小遣い銭を強要することが度重なれば、いかに人情厚き若菜といえども、世俗の言う仏の顔も三度とか、時には不本意ながらも拒絶することと信じるのであります。しかるに何ぞや根が凶暴性なる被告一郎は最後は腕力沙汰に及ばんとしたのであります。ミス若菜の陳述によれば、そもそも本件発生の当日、被告一郎の申し入れを拒絶した際、被告はこの団子っ花をパクッと広げましたので、若菜はある予感を感じたのであります。実は被告一郎が何事か企む時は必ず花を広げる習癖を有していることを若菜はかねがね熟知していたからであります。若菜が予感したごとく、被告一郎は矢庭に牙を振りかざして、いや間違いました、豚は牙を有していないのであります。挑みかかってきたのを危うく若菜が体をかわす瞬間、誤ってコンロを倒し出火に至らしめたものでありまして、被告一郎が陳述するがごとき保険金を得んがための放火などの事実は微塵も認められないのであります。この悲劇の原因はミス若菜にあらずして、被告一郎に損するものと本弁護人は信じてやまないのであります。その罪を憎むとも、その人を責めずとの大法にのっとり、若菜の可憐なる心境とやむにやまれなかった戸淵の状況に、何とぞ上場酌量の寛大なるご裁決あらんことを切望するとともに、認否人なる被告一郎に法の定められたる厳罰あらんことを望んでやまない次第であります。そんな無茶な弁護士がありますかいな。
けどこの裁判はあんたが死刑の宣告を受けた方が勝つんですよ。死刑にされて勝つなんてことありませんよ。豚は死ななければトンカチにならないでしょ。あれはトンカツですよ。